戸田氏は族アレンドネラは田舎の族の一つ。小坊には柄があり、大に二個ずつ生じる。小坊は二小花からなる。第一方へは、やや短く、第二方へは、より大きくて先端が尖る。第一小花は、優勢でおしべのみを含み、森へと内へを持つ。第二小花は、両性花で、その森へは基部に多数の毛を持つ。また先端からは、 棒が伸びることが多く、棒は膝を折れしてねじれるものもある。棒の先端側が扁平になってざらつき、ここで衣服や皮膚に引っかかるものがあり、これは種子の動物による散布への適応とみられる。また棒は水分量によって変形し、乾燥すると伸び、吸水すると収縮する。このような変形によって、地上では種子を地下にねじ込む働きをする。 これらは、アブラススキルイエの進化の過程を示す。この属のコボ、多いは、戸田芝型と呼んでいる。工房属などの工房型では3コバナからなり、花方2つが優勢、先端が両性花になる。牛の毛草型など、複数のコバナを含むコボでは、先端側から退化する傾向があるのに対して、これらでは、先端側が完全である。 コボガニ小花からなり、先の小花が両性花になる点は、キビレンの多くがそれで、そのような小花をエノコログサ型というが、それらでは、下方小花が森への実となり、間の軸も短縮して、合わせて単一の小花であるかのような形になる。それに対して、この属のものではマニ軸があり、下方のコボは、メシベ以外は退化していない。アジアとアメリカの熱帯域を中心に、 約50種がある。日本には以下の2種がある。戸田芝は南西諸島以外の日本列島に広く分布する普通種。右は戸田芝は T 半島の固有種。以下、種として佐竹ほか P101 巨田 P285 以下長田 P24。ありがとうございます。